はい、どうも、関西クラクラクラブのコミです。本日も、クラン対戦リーグから、タウンホール11のね、攻撃を1個見ていきたいと思うんですけども、これね、もしかしたらタウンホール11で結構なテンプレ攻撃になってるかもしれないんですが、うちの赤さたなさんという方がかなりね、これうまくって、全回率が高い攻撃なんです。で、ちょっとね、ぜひ見てもらいたいと思うんですけども、編成はネクロボーラーですよね。そこにゴレを2体混ぜて、まあ、ジャイもちょっと散らしていくみたいな、そんな感じなんですけど、呪文の編成も面白いですよね。ジャンプ2発にレイジ2発にヒール1発ちょっとね、これ見ていってもらいたいと思います。全開までの時間が1分40秒、ものすごいスピードの全開劇ですよね。で、この戦術ね、まず両端にネクロとボーラーを4体3体ずつぐらいかな出していって、これが両脇のサイドカットで、中央にはゴレとボーラーを出していくという感じですね。ネクロは中央には基本入れていかないで、ヒーローをその分入れていくんですけど、これ画面を広くして見ていきたいんですが、まずバスターをこう入れながらもジャンプをこう打っていくんですよ。で、バスターで壁壊せるからジャンプいらないって思うじゃないですか。にもかかわらずジャンプをこう打っていく。で、そうすることによってね、ユニットが、横にね、こう逸れたり、バスターが壁を開けるまで立ち止まっちゃうことがなくって、ガン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 ね、こうジャインに、ゴレかなに先導されて、ボーラーが突き進んでいくと。で、なんでね、このサイドカットやってるこの部隊よりも、中央の方が進軍早いですよね。で、もう一個は、ここジャンプを使って、ゴレを先行させることによって、バスターが壊れないじゃないですか。そうするとバスターの中に乗っているボーラーたちがこれ倒されずにきっちりこの中央まで入り込んでいけるんですよ。で、そこでガンガン暴れてこの周辺を全部こう殴り壊してくれると。で、気がつけばあっという間にも防衛施設がなくって、最後のね、中央突破したユニットと、再度生き残った、ネクロ部隊がこう合流して、で、壊しきれなかったこっちね、ネクロ部隊が死んじゃったっぽいんですけど、そっちをこうぐるっと回って全開していくと。このね、攻め方が本当に全開率が高い。赤さたなさん多分攻撃をあんまりね、数でカウントはしませんけど、どうだろう、多分7割6割ぐらいはね、少なくとも初見でバンバン全開取ってます。この戦術ね、使えるようになると本当すごいと思います。編成ね、もう一回見てください。4つのネクロと3つのボーラーかなっていうのを、両脇にそれぞれ出してサイドカットしながら、中央は、ジャイで一瞬のタゲを取ってからバスターを入れていくと。で、後ろからゴレで、さらに、ボーラーとヒーローを突っ込ましていく。で、注意すべきはこういうね、ゴレが立ち止まっちゃいそうなところではもうジャンプをどんどん打って、ゴレを先行して中にこう詰ましていくっていう、そのジャンプですよね、今打ちましたけど、こういう考え方で、真ん中とね、やっぱり両脇がこう連動して進んでいくっていうのがこの攻め方の一番ね、大事なところなんですけど、まあ、今回ね、中央が先導しすぎてる感はありますが、それでも、なんて言うんだろうな、その壁をこういっぱい突破していかなきゃいけないんで、立ち止まっちゃって、両脇のユニットがやられちゃうと、サイドカット部隊がね、こっちとこっちやられちゃうと、もうこの攻め方成り立たなくなっちゃいますんで、それをするよりはもうガン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 ね、ジャンプで先に進ましていく。で、さらにゴレを先行させて、バスターを壊させずにね、中のボーラーを大切にこの中央まで運んでいくというこの発想、いやーものすごいですよね。相手はもうタウンホール11のね、防衛施設は結構レベルが高い方だと思うんですけど、それでもね、これだけユニットを残して、で、かつね、時間も短時間、アチャクイもクロークなんか使ってないという感じですので、この全開撃はね、なかなか私真似できないなっていう風に思いますね。ただ、攻め方をね、きちっと、身につけてさえしまえば、もしかしたらね、それいろんな配置にこう応用が効く攻め方かもしれないんで、皆さんね、これもしタウンホール11でちょっと攻め方迷ってるなっていう場合には、かなりね、優先度高くして検討する価値があるんじゃないかなと思います。クイヒーとかと違って危ないリスクっていうのはそんなに負いませんからね、結構形をきっちり作って攻めていけば割と全開がね、取れやすい、すごいいい編成なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、
というところで本日はね、1本だけちょっと動画を紹介したんですけども、ちょっとね、まあ、小話というか、これ皆さんクラン体制リーグってどうしてますかね。僕らね、ちょっと距離を少し置いてるんですよ、このクラン体制リーグに。なんでかっていうと、まあ、2つ理由があって、1つはね、これ10月に確か実装されたと思うんですが、その時に参加してみたら、とにかくね、マッチングのそのバランスが悪い。今回もそうなんですけど、相手のね、タウンホール12は8番、でも我々は5番とかね、こんな風に、タウンホールのバランスがすごい悪すぎて、あまりにももう、劣勢というか、もうね、テクニック云々で跳ね返せないレベルだったんですよ。なんで、ちょっとね、偶数月だけ参加にしようかなっていうことにしてます。もう一個は、結構その上位のメンバー、15人からまあ20番目ぐらいまでしかね、なかなかその参加機会がないんで、今一応サブクランを作ってね、参加できない人は対戦しましょうっていうことでもやってるんですが、あまりそのまあ月1回ね、まあ1週間ぐらい、リーグでこう拘束しちゃうと、対戦に参加できない、特にタウンホール9とかね、10の、まあ入ったばっかの方みたいなレベルの方がすごい面白くないと思うんで、まあなかなかね、この難しいんですが、付き合い方の距離感っていうのをね、今考えてるところです。まあという感じなんですけども、ぜひね、皆さんよろしければ、関西クラクラクラブ遊びに来てください。タウンホール9からね、12までいろんなレベルのプレイヤーがいますんで、見てもらってわかるように、そんなにみんな、何位から何位まで全開全開ってわけでもないです。実際今回ちょっと残念ながらね、星ゼロっていう方もいらっしゃったりしますし、レベルがうんぬんとかね、いうことを気にしないで、そのやる気さえあればね、私たちぜひぜひ一緒にやっていきたいと思いますんで、遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい。というところで、本日は失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴よろしくお願いいたします。